料理する CEO と呼ばれるほどの料理の業界で有名な企業であるである。現在、最も人気のある信頼性の高い料理関連の有名人に数えられている。多くの人がシェフ取り扱いをしたりするのに、本人自身が自分は飲食ビジネスないしは料理研究家でシェフがないから。そう呼ばず、単に社長や代表様程度呼んでもらう。ただし、これはベクジョンウォイ本人が謙虚に自分を下げることもありますが、 実際に彼の本業は、シェフではないからでもある。13、ベク・ジョン・ウォンの写真が出ている、ドボン・コリアフランチャイズ店のポスターでは、外食経営の専門家と紹介している。ただし、ベク・ジョン・ウォンまたシェフと呼ぶ人も多い。14シェフたちも、床から数年を働かせなければ、シェフと呼ぶかどうか曖昧で、15現役シェフ同士も、大体シェフの基準が何、何 なのかわからない、としている場合が多い。ほとんどのシェフは、調理家がある、学校の短期集中コース出かけるとき、調理専攻の学生が、ベク・ジョン・ウォンもシェフかと尋ねられたとき、オーナーシェフと答えているという。有名シェフの、レーモン・キムもベク・ジョン・ウォンは、経営だけのではなくて、本人が直接研究し、開発した料理を販売するという点で、シェフが正しいと思っているとした。 また、ベク・ジョン・ワンは、料理を専門とするシェフよりは、外食事業家としてのセンスと、アイデアにより特化されている。何がヒットを打つ、どのようにすれば、事業が拡大されることができるかを把握し、それを実行する際の料理の味や、雰囲気などの付加的要素を把握して、問題点を改善することで、このような彼のビジネスマン的な面が、光を発している。のが、現在出演中のロジレストランと味谷広場である。 16他にも、ベクジョン・1のフードトラック、高校の供給王などのプログラムも、事業家としての面棒を見せるプログラムであり、四半期ごとに、ベクジョン・1の商売の話というオフラインの集まりを進め社長に、ノウハウを伝授してくれた、現在は進行をしなくています。セマウル食堂、阪神屋台、香港の店0410、本家、未定面0410、逆転おどん0410をはじめとする、いくつかのフランチャイズレストランを、 運営しており、彼が運営する飲食店の種類は、肉類から、中華中華料理、韓国料理韓国料理、粉食などは、もちろん、カフェコネ喫茶店まで、ほぼ全ての範囲にわたってい。代表的に、ルーター3枚肉17と、おさむギョブ18を商標として登録し、その他にもおなじみ、の料理を大事にしながら、実力と商業を認められた。 このような能力をもとに2013年以降大韓民国で指折り数えられるほど成功した事業家だ。